こんにちは、ひよんです。今回はですね、久しぶりに御殿場アウトレットに行ってきたので、そちらの購入品をご紹介したいと思います。で、オンマと一緒に行ってきたんですけど、めちゃくちゃ可愛いものがたくさんあったので、せっかく買えばずに始めますか。それではスタート。ですね、私のもの、そしてゴリくんのものを全部いろいろ買ったので、合計金額は464,767円っていう感じになります。じゃあまずはじめにお洋服から紹介します。こちらアレキサンダーワンでお洋服を買ってきました。これはね、もう私たちが車を止めたのが P7 っていうところだったんですけど、そこからアウトレット入っていてすぐにあったお店で、もうお買い物始めて1分で買ったアイテムです。こちらのニットトップスになります。めちゃめちゃ可愛いんだよこれ。で、これが原価よりも 50% オフになってたんですけど、さらに 20% オフで 29,048円でした。これはね、上のところがこういう風にシースルーの形になっていて、ニットっていう感じになってるんですけど、実際に着てみるとこんな感じです。めちゃくちゃ可愛い。ちょっとねセクシーな感じになってるんですけど、私今このバンデータイプのブラをつけてるんですけど、そうするとまあ見えないっていう感じです。で、ここはちょっとシースルーな感じ、こういう風に布があるんですけど、オフショルっぽい感じのトップスになります。で、私これ XS のサイズだったんですけど、丈が結構短くてキュッてなってるので、そこも可愛いなって思って、これはもう完全に一目惚れでした。で、色がピンクとかあとベージュとか色々あったんですけど、やっぱ黒がちょっと締まって可愛いかなと思って、私はこのブラックを買ってみました。めちゃくちゃ可愛くない？最高に可愛い。しかも 50% オフからの 20% オフでこれを買えるなんて、ちょっと最高すぎて、アウトレットのお買い物開始1分でめちゃくちゃテンションが上がったアイテムです。次、続けましてこちら、めちゃくちゃ可愛い。こちらもアレキサンダーワンなんですけど、こちらが原価よりもなんと 60% オフになっていて 21,560円でした。で、これは一応ね、こうキャミを着てる風になってるんですけど、これは縫い付けてあって1枚のトップスになります。で、ちょっとここのね、肩の部分が開いていて、後ろもこんな感じで重ね着してるような感じになってるんですけど、これがピンクで XS のサイズで、丈感は結構長めのものです。ゆるっと着れるタイプですね。これも割と一目惚れだったんですけど、まずこのピンクの色がめちゃくちゃ可愛くていいなと思ったのと、ちょっと変わってる感じ、この肩の部分が見えて可愛いなと思ってこれは買いました。めちゃめちゃ可愛くない？夏とかは無理だけど、ちょっと涼しくなってきた秋口だったり春とかも着れると思うし、割と1年通してもたくさん着れるアイテムだなと思って今回買ってみました。しかもこれが2万円ですよ。 60% オフで買うしかないないでしょって思って今回買ってみました。可愛すぎる。いい感じ。次、続きましてこちら、こちらもアレキサンダーワンのサンダルですね。これね、可愛くてみんな絶対おったまげますよ。これも一目惚れです。このボンボンがついてるサンダルです。めちゃくちゃ可愛くないですか？やばいよね。ちょっと透けてる感じがまためちゃくちゃ可愛いんですけど、これが元々の価格から 70% オフになっていて、さらにレジで 30% オフっていうことで 24,255円でした。これはもう買わずにはいられないって思ったのと、私これが35のサイズなんですけど、サイズがぴったりすぎてもう私に買えっていうことなんだって思ってこれを買ってみました。めっちゃ可愛い。なんかデニムに合わせても可愛いし、ワンピースに合わせてもなんかポイントになって可愛いし、なんかこういうのが本当に大好きだよって思って、本当に可愛い。で、この毛のさ、ボンボンもさ、すっごい気持ちよくて、何この可愛い生き物みたいな、なんか生き物みたいじゃないですか。なんかマリモみたいなものがついてるんですけど、これはマジで可愛くて、悩みもしながら、悩めっていう言葉が頭の中でよぎらなかった。即買いです。めちゃくちゃ可愛い。次、続きましてこちら、これはバッグなんですけど、こちらはジルサンダーのものになります。で、これが高かったんですけど152,460円でした。で、これはね、なんかこのさ、下の部分がこういう風に丸くなってる、めちゃめちゃ可愛いこのキャンパス地のね、トートバッグみたいになってるんですけど、しょってみるとこんな感じ、可愛くない？こなれラフおしゃれみたいな感じで、めちゃめちゃ可愛いなって思ったのと、中はね、こういう風に
ほんと丸っていう感じなんですけど、ここにポーチがついていて、これは取り外し可能らしい。こういう風に取り外して使うこともできるらしいです。まあでもここにつけていくとは思うんですけど、やっぱりこういうちょっと変わった形がすごい可愛いなと思ったし、キャンパス地でラフに持てるけど、でもこの黒レザーによってちょっと締まってるのがすごい、なんかラフすぎず大人っぽくちょっとこなれた感じで持てるのかなと思ってこちらを買ってみました。そして結構大きいので大容量だし、私大きいカバンをねあまり持ってない、なんかいつも同じになっちゃうから、ちょっとこういう変わったものも一つあっても使いやすいのかなと思って買ってみました。でショルダーの部分もさ、長さがすごいちょうどいいし、長すぎず短すぎずって感じで、これは最初の方にオンマのお洋服を買った時に出会ったんですけど、ちょっと一回悩んで一番最後にちょっと悩み切った末に買ったアイテムです。アウトレットの中にしては割と高いなっていう感じがあったので悩んだんですけど、まあでも普段買うよりも安く買えるって思ったら買おうと思って今回買ってみました。かわいい、なんかこういうお洋服にも似合わない、いい感じだよね。次、なんか面白いことに私のが次ラストなんですよ。それ以外ゴリ君の買っていて、私のラスト購入品はこちらです。これは頭の帽子で、これが5280円でした。もともとね1万円ぐらいだったって言ってたんですけど、これは夏仕様のベレー帽、こんなにさ結構シワくちゃじゃん、でこれ大丈夫なんですかみたいな、なんかスチーマーとかかけてそのシワをちゃんときっちりやるんですかって聞いたら、もともとこういうちょっとくしゃってしてるデザインみたいで、そのままかぶればいいよって言われたんで、そうなんだと思って夏のベレー帽を持ってなかったので今回買ってみました。こういうベレー帽って前髪がある人は前髪セットするのめんどくさいってなった時にかぶるとすごいおすすめ。これはね前髪がない方がね絶対かわいい、前髪を入れてかぶるとこんな感じでかぶろうかなって思ってます。頭の帽子が5000円で手に入るっていうのはかなりお得だと思うので、こういうのも持ってなかったし買ってみたっていう感じです。次、私のものはもうおしまいで、次からゴリ君、私の旦那さんに買ったお洋服がたくさんあるんですけど、1つ目こちらです。こちらはモンクレールの水着なんですけど、こちらが 34,650 円でした。でこれはねすごいゴリ君が履いたらかっこいいかなと思って買ったものなんですけど、横にこういう風にモンクレールっていう文字が書いてあって、すごいシンプルな水着になります。なんかゴリ君の水着はすごく普通のものだったので、さりげなくこういうかっこいいもの着たらいいなと思って買ってみたアイテムで、 M サイズ買ったんですけどぴったしでしたっていう感じで、こちらが1点。ゴリ君のはパパパッと紹介したいんですけど、2つ目にこちらがモンクレールのポロシャツです。これは XL のサイズを買ったんですけど、これが30,000円です。結構色がたくさんあって、グレーとか黒とかネイビーとか色々あったんですけど、グリーンもカーキっぽいグリーンがあったんですけど、こっちの方が似合うかなと思ってこちらを買ってみました。この色は L サイズ全部完売になってて、やっぱその人気なサイズは売り切れちゃうんだなっていう感じに思いましたね。でもサイズがすごくぴったりだったからよかった。まあこれ水着だけど、これと普通に合わせてもかっこよさそうじゃない、いい感じ。私ね、好きな人に結構買ってあげたい欲がすごい強い人 で、今まではあんまり買わないようにしてたんですよ。みんなも意外と思うかもしれないけど、私結構貢ぎ癖がね、貢ぎ癖というか買ってあげたくなっちゃうの本当に。いやこれ似合いそう、あれ似合いそうってもうバーってなっちゃうんだけど、それをね今までは、まあ、今までって言ってもそんなに買ってあげたことはないし、その彼氏に買ってあげるとかはあんまりしなかったんですけど、もう旦那さんになったので買ってあげたい欲を解放してもいいかなと思って今回たくさん買いました。次、続きましてこちらビルサンダーのトップスです。でこちらが65,000円でした。サマーニットみたいな感じになっていて、中はあさっていうのかな、コットンみたいな異素材が組み合わさってて、すごい可愛いなって思ったアイテムなんですけど、これはサイズが46のサイズで、まあだいたい M サイズぐらいなんですけど、身幅が結構デザイン的に大きいから多分サイズ大丈夫ですよって言われたんだけど、ここのね丈が短いんですって。それで着てもらった時におやってなったけど、まあどうにか似合わせて着てほしいなって思ってるアイテムです。でもなんかこの異素材の感じがすごい可愛くて、この感じで、これはブラックもあったんですけどホワイトの方にしてみました。やっぱこういう風にさ似合うかなって思って買うのがすごい楽しいんだよね。次、続きましてこちらはトム・ブラウンのものなんですけど、これはね何かというと、
かない。こちらでーす。 iPhone ケース、これがなんと19,800円でした。これもね結構安くなってたんで元値がちょっとわからないんですけど、ゴリ君がお仕事してる時にさっと出したものがかっこいいといいかなと思ってこれを買ってみました。なんかブラックだしそんなに主張激しい感じじゃないからさらっと持ってたらかっこいいかなと思ってこれを買ってみました。次、続きまして最後、まあこれが一番大取りと言っても過言ではないんですけど、ブルゾンです。プラダのブルゾンなんですけど、これが84,700円でした。まあちょっと私が着てみようか。なんか超シンプルなんですけど、まあここにプラダのマークがついていて、ドシンプルっていう感じですね。これはサイズが50でした。このタイプってすごい人気みたいで、アウトレットに出るとすぐ完売になってしまうらしいんですけど、最近また入ってきたっていう感じでサイズぴったしなものがあったのでいいタイミングで買えたなっていう感じと、まあこういうのもねさらっと着てたらかっこいいかなと思って買いたくなり買ってあげましたって感じで、ゴリ君の購入品は以上になります。なんかやっぱねこれ着たらかっこいいかなって思うと結構メンズのお洋服を見るのも楽しいですね。次はお洋服とかでは全くないんですけど、こちらです。こちらがマルコリーニのベイクドショコラ4本入りで1500円です。でこれなんかアウトレット限定みたいな感じで書いてた気がするんだよな。でこれはなんで買ったのかというと、たまたまなんかちょっと休憩したいねってカフェを見てた時にマルコリーニがあってすごく美味しそうだったのでシンプルに買ったっていう感じ。一つずつ包装されてるからそれも便利だし、で1本は172カロリーなので、まあこれ1日1本の方が良さそうですね。で今回は購入品は以上になります。イッ、私のものが5点とゴリ君のものが5点なので半々になってしまったんですけど、今回はこういう風にお買い物をしてきました。いかがでしたか。今回久しぶりにアウトレット行ってみてやっぱ楽しいなっていうのと、やっぱ安くなってるとテンションが上がるなっていうのと、それこそ普段は買ってあげられないようなゴリ君へのちょっと高めのプレゼントもできたので、今回いいお買い物ができたんじゃないかなって思いますって感じで、この動画が楽しかったりまた私の購入品紹介見てみたいなと思ってくれた方はぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。クラーン、あんにゃーん。